ークションでもいいけど、でも誘って結構俺がね、強い人たち声かけてどうなのかっていう、せっかくだからオークションシステムでみんな参加できる方がいいんじゃないかって思ってるんだけど。戦線馬、いやーでもね、バトいた方が俺は助かるんだよな、なんとなく。一番はバトマ戦争がやりやすいけど、ねえ、まあ相手は固定だけど、こっちはもうせっかくならと思って。さあ直樹軍、メンツと食今のうちいただきたい、メンツと食をいただきたい。さあということで始まりました、これはなかなか面白いカードだと言われているタムユ軍対ランカちゃん軍。さあ430対370リードは、タムユ軍。うん、先週うまくないかね。そうだね、できればこう自信ありますって方来てほしいです。自信あります、自分自信ありますっていう方ね、バトマ戦争で募集したいと思うんですけども、俺が下手なんでね、周りがこう自信ありますっていう方じゃないとなかなか難しいかなと思うんですが、自信ないんで行きます。帰ってください。さあ、476対324。リードはタムユー軍。リードはタムユー軍。さあ、ランカちゃん軍、ここは、連勝できるかどうか。さあ、結構点差が離されてきてしまってはいるが、3分あります。まだ3分あります。さあバトマ戦争で、自信あるという方、今のうちこちらお集まりください。こちらお集まりください。さあ気がつけばランカちゃん軍が逆転、325、いや250対550、先ほどと立場が逆になりました。残り2分を切ろうというところ。さあこのままランカちゃん軍が逃げ切れるのか、間もなく2分を切ったところです。2分切ったところ。さあ27対523、リードは依然ランカちゃん軍。さあタムユ軍こっから追いつけていけるのか、そしてランカちゃん軍このまま、点差を離して、逃げ切っていけるのかどうか。さあ1分40秒、まだ時間はあります。まだ時間はあります。いや、ここでちょっと、タムユー軍、こちら全滅に近いが、全滅に近いか。さあ、一気に引き離されていく。137対663。さあ、こちらちょっとなかなか厳しいか。なかなか厳しいか。さあ、間もなくまだ時間はある。まだ時間はあるが、ちょっとこの点差は詰めていきたい。この点差を詰めておきたい。さあ118対682で残り55秒。さあ、はいこんばんは、ありがとうございます。
さあ、こっからなかなか縮めることは難しいか、残り30秒切ろうというところでしょうか。なるほど。道具がいるということで魔法がきついのか、魔法交差がきついのか。さあ、1号2対648。さあ、末挙が落とされたが、ここでザオが入る。ちょっと厳しいか、残り10秒切ったが、こっから追いつけないか。タムユ、こっから追いつけないか。2、1、いや、しかしここで逆転するか。逆転しない。さあ、ということで、ランカちゃん軍連勝おめでとうございます。タムユ軍ありがとうございました。